I can make you feel so things that you would never seen before.
今日で最終日を迎えました。ありがとうございます。今日までたどり着くのに、私そしてバンドの皆さん、ダンサーの皆さん、スタッフの皆さんと一生懸命、リハーサルからライブまで頑張ってきました。今日一日皆さんに素敵なパフォーマンスを見せるように頑張っていきます。よろしくお願いします。皆さんぜひ最後の最後まで楽しんでいてください。それでは次の曲聴いてください。
We'll be right back.
I
this love 今はもううまくこの気持ち隠せない君のことしか見えなくて口に出した瞬間に全部消えちゃいそうな気がして君には聞けない Is this love? Is this love? Is this love? 今はもう上手くこの気持ち隠せない君のことしか見えないI'm not afraid to die.
改めましてボアです。はい、ここでアルバムの話をしようかなと思ってまして、はい今回の、7枚目のアルバムアイデンティティはベストアルバムを2枚出してからのオリジナルアルバムで、もう少しこう自分がやりたい音楽、自分が今考えてることをアルバム、音楽というフィルターを通して皆さんに聞いてもらいたいなと思ってまして、で今回は、制作にも深く関わって作曲とか作詞とか頑張ってみたんですけど、どうですか皆さん聞いてくれましたか？ありがとうございます、ありがとうございます。今までのアルバムを聴いてくれた皆さんにとっては少しこうびっくりさせるようなアルバムだと思うんですけど、でもこれが現在今ボアのアイデンティティを表現してくれるんじゃないかなと思ってまして、自分にとってはすごく大事な一枚のアルバムです。はい、ありがとうございます。で今回のライブツアーは弱2年ぶりとなるオリジナルツアーなんですけど、アルバムアイデンティティを引っ提げたツアーで、音にも演出にもすごくこだわった個性のあるコンセプチュアルの、ツアーだと思います。最後まで楽しんでいてください。はい、それではアルバムアイデンティティの中から守りたい、聴いてください。これで終わりそう思っていた。
気づかれた？ Excuse me? Hey! Hey! Hey, what?聞いてもらいました。この曲の作詞も私が、
担当したんですけど窮屈な芸能人の恋愛事情をフィクションで書いてみました。次の曲はライブで歌うのは今回初めてなんですけど、2008年にリリースされたザ・フェイスのアルバムの中に収録されてるスマイルアゲン聴いてください。されるのだろう。長い
you
Oh,
If I told you that I'm nothing without your love, 하나도 じゃなければ意味がない多分私が一番
Falling, falling, falling in love.
Yeah.
ありえないことだらけで見失いそうな時でも気づいたらもう全てはメモリーズ遠くに忘れているよ I'm gonna shine Hit it! 最後の曲ですみんな全力で盛り上がって Oh oh Everybody say boFifty.
東京、もっと声出して。Alright, alright. みんな手を挙げて一緒に締めましょう。 OK? Here we go. せーの。スタボアでした。
Before you said goodbye to me, so I wish I knew how you feel so guilty. Before you said goodbye to me, so I wish I said just I love you. ありがとうございます。楽しい時間は早いもので、もう次の曲で最後の曲になります。この曲は私が今回のアルバム「アイデンティティ」を作りながら、すごくこうある意味自分にとってはこのアルバムは冒険でもあり、こうすごく勇気がいるそういうアルバムだったんですね。やっぱり人って
新しいことに挑戦するのには大きな勇気がいるんじゃないですか。で、私はそういったことを、なんていうのかな、やっぱりファンの皆さんと私には見えないそういう信頼感があるんじゃないかなと思ってまして、はい、はい、ですごく今までのアルバムと違う雰囲気であろうが、多分私のファンの皆さんはこういう新しいことに挑戦していく私を受け入れてくれるんじゃないかなと思ってて、はい、で皆さんのそういった声援が私には勇気になって、これからどんどん成長していきたいなと思ってるんですけど、で今回のアルバムの最後の曲に、私から皆さんに送る感謝の気持ちの歌を一曲入れた方がいいんじゃないかなと思ってて、すごく言葉にはこうカッコつけてるような言葉もないし、すごく素直な歌詞なんですけど、今回のライブの最後の曲で皆さんじっくり聴いてください。マイオールです。
You're my home. 今日は皆さんどうもありがとうございました。今日一緒に頑張ってくれたバンドの皆さん、ダンサーの皆さん、前にお願いします。今日私と一緒にポシビリティを歌ってくれた三浦大知くん、前にお願いします。ありがとうございました。どうでした？素敵なライブだったよね。本当に。もう僕も横からずっと見させてもらってましたが、もうめっちゃ楽しかったです。お疲れ様です。いや、三浦君が出てきた時にすごくわーってより盛り上がりまして、もう皆さん温かくね、もうありがとうございました。本当素晴らしかったです。今日でアイデンティティツアー最終日です、なんかあっという間な感じはあったんですけど、2年ぶりに皆さんにお会いできたことをすごく嬉しく思ってます。また次のツアーも遊びに来てくださいね。それでは皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？それでは皆さん、今日どうもありがとうございました。感謝합니다。もう一度バンドの皆さん、ダンサーの皆さん、そして三浦大知くんに大きな拍手を。最初13公演だったんですけど、2年ぶりにこういろんな皆さん、いろんなファンの皆さんに会えて、こうすごく温かく迎えてくれたことをすごく大事に思ってます。これからも、私から素敵な歌を皆さんにお届けすることができるように頑張っていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。2階の皆さんもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとう。2階の上の皆さんもありがとう。真ん中ありがとうございました。ありがとう。どうもありがとうございました。おばでした。やったみたい。